吉本の沢尻エリカひこずでーす。ちょっと見てますか、見てますか、相葉くんの月9のドラマ1話目でやってた料理がすごい気になって、今日はまさかのこれを使います。たこ焼き器。アヒージョって言うたらなんかあのフライパンみたいなちっちゃいのの上になんかキノコと鶏のアヒージョとかよくねなんかバルなんか言ったらあるんですけど、たこ焼き器やったらいろんな具材でいろんな味が楽しめる。まずニンニクのみじん切りをオリーブオイルに入れてプラス塩コショウを入れたものを用意します。そして今日は具材いろいろ用意してみました。パプリカ、これねあの倉田家でも出てたんですよね。でこちらマッシュルーム、これもね倉田家でもね出てたんですよね。エビ、これもね倉田家で出てたんですよね。砂ずり、これ多分ね出てなかったんですよね。でこれはちょっとおっさんっぽいんですけど絶対美味しいと思うんで、たこ焼き器スイッチオン。やばいやばい。でまずこちらの油ちょっと入れていきます。ここに具材を入れていきます。タコ、まずエビ。でもここにこうやったらもうたこ焼きに見えるよな。いろいろ入れていきます。めっちゃやばいです。めっちゃ楽しそうなことなってます。これアートでしょ。これミシュラン何年星って感じ。めっちゃかわいい。おお、いいですね。アヒージョって言うんだって。お昼のテレビでやってたの。たこ焼き器でやると手が、ほらパンもあるのよ。なんかもう私がたこ焼き器の前でもこれを持ったらもう夜店の女です。さあいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい。いやー美味しそう。じゃあちょっと食べていきたいと思います。うわどうしよう。エビいきます。これは美味しい。いやこれは楽しい、すごい楽しい。やばい熱い熱いけど楽しい。次じゃがいもいきます。あ、なるほど。ちくわ美味しい。こうタコをパンと一緒にいって、わあ美味しい。なんて楽しくてなんて美味しいのこれ。じゃあ私一押しのおっさんアヒージョの具、砂ずりよ。アヒージョ界で一番おっさんの具ちゃうかな。いただきます。めっちゃ美味しい。砂ずり、意外に砂ずりが1位でしたね。2位がなんとちくわです。1位が砂ずり。やっぱりやっぱおっさんなだけあるわ。ということで今日はたこ焼き器でアヒージョを作ってみました。いやめっちゃ楽しいしめっちゃ美味しいです。よかったら皆さんも女子会とかパーティーとかね。いやマジすマジす、緊急注意事項です。外でアヒージョパーティーをしたつもり貯金をしたいと思います。
毎週金曜日は女芸人の自炊事情という料理動画を配信しております。お家で自炊でも楽しくて美味しい料理を作る動画をアップしておりますので、よかったら皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はぁ、ほんま倉田家の今後が気になる。でも一周回って相葉くんより寺尾明の方がかっこいい。これめっちゃあるあるなんで、よかった。